みんなにもね、サンムラやりますと言ってありますから。あそうサンムラはね、結構カロリー高いんですよ。だから、じゃあ、あの彼らもね、かなりね、そのカロリー使っちゃうんで、やっぱね、二、まあ、村とかが、まあ、平均的にはいいんですけど、二村だとちょっと、サンムラだと多いって感じなんで、ちょっと難しいねで、2.5村ってできないからね。というわけで、まあ、今日はね、サンムラ、ベトさんサブスクありがとう。さあ、役職、何なんでしょうか。今日、久々。それでは、まずは、狂人の方からお越してまいります。狂人からいきますか。 あらかきサブスクライダーみんなで、ね、サブスク強人の方はビジョンの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますエイタですねそれではエイタさんあなたは強靭の能力を持ちましたはいだいぶジロはお久しぶりな感じですかいやあのいい前最近あと大会より検証してますか俺ありがとうございますいや結構やばいあの壊しちゃったらごめんなさい <laughs> 頑張ります。それでは頑張ってください。ビデオの停止、マイクのいせてく楽しい。では続きまして、霊媒師の方、お越しくだまい。久々ですから、あとね、皆さんね、今日う、神童を見に来た方はね、えっと、人狼を見に来た方っていう方ね、なんだこのゲーム、お前ら自分やってんじゃないかって言って、切れるんですけど、そういう方はね、黙って、右上のバズボタンを押さずに黙って見てください。我慢してみてください、お願いします。気合のほどはいかかがですはい。 左右は健康にいいです。で以上です。それでは、ビデオの停止マイクロミュートをお願いいたします。さすがにな、進行だからな、やっぱ、相手気をつけないとな、絡む相手は。しっかりと気をつけるということで。では続きまして、岸の桜さんもね、リスク、リスク、エッジ、しっかり。だか今日はね、まあ、人狼というケーキ、人狼ゲームという、人狼を使った、えー、とおじさんたちの雑談、そんな感じで皆さん、聞いていただければいいレベルはとにかく聞くんでね。はい。 それでは、ナルオさん、あなたは騎士の能力を持ちました。はい、ありがとうございます。了解です。それ、あの、首元のおけがは大丈夫ですかああ、大丈夫です。キスマークはこいつ。はい。はしたない。え、騎士ですね。そうです。キスマークは。キスマーク。キスマーク。スターに一回守るやつですね。それでは、ビデオのテーションをお願いいたします。ルール先生はもちろんしないですね。もういつもしてありますんで。ええ。 もうしてありますんでね。ええ、<laughs> キスマークってことで、キスマークがしっかりついてあるということで。でまあ、それでもしかしたらバレる人はバレるかもしれないんね。ケイスクさんあたりはつ気づくかもしれない。んそれキスマークキシキスキシキシ,キシお前キシかーってね。なる可能性もあります、ね、占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。それでは、おーさん、あなたは占い師の能力を持ちました。おお、ウラナって、占うんウンよね。 最初の夜時間では、人狼ではない方を1名お伝えいたします。はい、人狼ではない方は、1番ガチ君は人狼ではございません。ああ、バカのガチ、人狼じゃない、オッケーです。<laughs> はい、バカでは人狼じゃない。頑張ってください。さあガチ君は、はえー、白ロだと。ちょっと市民,市民有利な感じですね。市民有利というか、市民ちょっとリードしましたね。で刺さってないんで。市民に刺さってます、そうそう相当いいですね。<laughs> さあ、人狼誰ケスケ人狼ってめちゃくちゃ多いですからね。 人狼の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。え、マジえなるほどね。なるほどね。それでは、お二人は人狼となりました。ただいまから1分間の内通を行うことが可能です。相方が死亡してしまった場合は30分に減りますのでご注意ください。それではスタートです。どうぞ。なるほどね。<laughs> 何もかも忘れてますよ、僕。俺も何もかも忘れてんな、ね、い <laughs>、まあ。人狼がもともとあんまり得意じゃなかった気がする。 なんか、むずいじゃん。まあ、のびのびやりますか。なんか、まあ、結局どっちかがさ、出て、まあ、なんか、使用して、コールアウト、コール、コールアウト、何ってたっけ。<laughs> なんてんだっけ、おしいよう。<laughs> 使用、はいはいはい。使用して。どっちかを潜伏するっていうのが、まあ、テンプレだと思うんですけど。どうします。二人でど,どっち、どっちが。潜伏。<laughs> <laughs> お、わかんないけど。<laughs> 出たけど。僕、あのう、ー、初手の、イい人キャラをそのまま引き継いで。うん。うん

このキャスティングを後悔させてやるかもゲーム終わらせられ <laughs> らそれでは作戦会議が終了となりました頑張ってくださいやばいっすねあなんかやってくれそうでも何もやんないんでしょうね普通に人狼人狼という雑談やり方だと思います <laughs> それでは実はいい人なんで約束配布終了いたしましたので、えー、皆様を起こしてまいりますただ切りやすいだけです さあワイルドピッパーサブスカレーオとあとね皆さんね各視点やってますんでねぜひね各視点でもう役職全公開ですからもう役職分か,分かりましたけどしけ各視点も全部やってますからね各視点一応やってますの,ししのでしすよろしくお願いします私と、えー、私による時間呼ばれてない方は能力を持っていない市民村人となりますのでご注意くださいそれでは1番ガチ君からビデオの開始のみを押して戻ってきてください2番イタさん <laughs> 3番えいたさん4番トラボさん 5番、成尾さん。いや、楽しみだな、<番>久々。けすけさんやっぱ変わらぬ味ってあるよね。7番、オ津さん。変わらぬ味ってあるんでね。8番、石井プロ。9番、ミートたけしさん。以上、救命制のねそれでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。まさに、やばいよね。猫がね、かじりまくってるんじゃないですか。それでは、11の話し合いを開始してください。どうぞ。

ジロじゃないです。これ合わせて言わないでこれ怪しいですよ。青のアチ、ジロじゃないす。これせーのじゃないんすか何秒で言うんすかこれ石出るんすね。えーたさん。俺あの、あの、オーサ白です。あら。えーた、売らないでしょこれは。えいやでもあれが、あれ確か、教師やっ白になるんですよね。教師は白なんで。 占いのエイター、こういう出方するかな。あですよね。あの、ケースケースケースケ確かにね。たぶん久しぶり全部通用しないそういうの。今日、ウィドさん、今、いエイタがやばくないですかいや、とにかく僕は、あの、今回、最後まで残るために来てるんで。ああ、できるいけ出たい。そうです、そうです。だから、誰も疑わない。ああ、なるほど。あは誰も疑わない。

拒否すれよ書き終わりだから。はい。ちょっと分かんない子供たちに聞さい。最初にただけで疑われてさら終わりじゃん。すでに俺、白髪なんだけど。俺、白髪。今、知れてる。今、知れてる。人道が2人潜伏で。 強人一人見えとるでも今エータ君が白出ししたらその大須さん強人のエータ君の本物感を出せるもんねまあまあ。はねちょっと待って1個話題変えていいですか話題変えんじゃねえでめえ変えないよ黙ってろごまかすねトラブルがさ1回入って言っていやーって詐欺かけていや冷媒ですみたいなやったじゃないですか あれについては何も話さなくていいのか、うん。あ、それはそれあの偽物をあぶり出すのかな、どうかなって思っただけです。で、<ー>その最初にあと、エレバーターが出るかどうか。

きためっちゃ強いあこれも作らせてくる感の、たらローラーの泳がせてみたんですけどエイタさんとおっさんをってください終わりですこのゲームこいつちょっと怖いねええ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 けええけええええけええ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 え わかんないじゃん、人道は教人の誰か。教人と人道か、人道2人ってことない。1人そんな呼吸合わせれると、かよし。でも、1位3出てきてくれたんだったら、ローラリーです。ローラって言んですけローラて言いんですけローラですいローラって言ったんですけど、ローラって言っのローラっローラって言ったローラって言ったローラってローラローラってローラローラっと言ったとロープローラばいいんじゃなーラって言ったら、ローラって言っローラーら、ロ 準備点です。誰もこじゃ大好きでしょ。誰も使わないです。ローラでいいんじゃないですか。それでは話し合いが終了となりました。マイクのミュートお願いいたします。マイクのミュートお願いいたします。正しい自分の資料自分でっていうことでそれではただいまから一対一の質疑応答を行います。本日は一番ガチ君から番号順となりますのでよろしくお願いいたします。金の男でそれでは一番ガチ君どなたに質問されますか。えなるおさん。はい。 あのー、一番頭が良さそうに見えたんで。おお<ー>。ローラーったら。はいはい、はい。ロ、あのーラーで行くがいいっすよね、これって。わかんないけど、そうなんだろうね。俺はね、ちょっとエイタさんかなっていう気がする俺もね、エイタさん、オーラーだったら、ね、エイタさんっいよね。えなんなら今日は多分トラボを岸が守るじゃないですか。うん、ああ、まあそうだね。でけエイタさんの色見て、<laughs> うん、明日はトラボの今近くなんでここトラボが<ー>エイタさんが明日ここ黒だったらね黒だったらもうローラー止めてそうだよねそれでいいっすよねあ残りからだよねそうですねもし白だったらまたこのねあのガンダムと <laughs> ガンダムと骨折をあえずつ <laughs> 言わしていけばいいだけなんです <laughs> そうだねいま <laughs> <あ>で一番臭そうなエイタさんかな いっ一ん、なんか、そもいったエイトさんが、なんか、あの、すごい、なんか、張り切りっぷりが。いや、かなり、しかも、ちょっと、考えとった感あるっすよね。そう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 。ああ、考えてるから。はい、考えてるあいつ行っちゃうよ。それでは、ガチ君、どなたに投票されますかエイトさんで。 まあエイタだねエイタさんに一票目が入りますそういったらまあ仕事はしてるね一応ね一応お名前の子に票数はカウントされておりますので <laughs> クロスオップーとかそういうのはなくなるんだ俺も久々7人のマジで, 2>, でまして2番イタザンさんどなたに質問されますかミートさんでありがとうございますいやーミートさんね今回なんか遊びに来ちゃう感じじゃないなんかすごい一番気が入ってる人なんでちょっとお、はい、かけさせてもらっです今後は決まってるからはい あのまずね、あの石ロが3人目で出てきたけど、これ、遅く出るのって、だ、うん、だったんだっけちょっとそれ覚えてなくて。ちょっと泳がしてみてみたいなこと言う,言うし、エイタと大津さんつって終わりみたいなこと言うけど、普通にあの仮に石が白だったとしても、普通にあの人狼と強人が混じってるっていうパターンそそううそうすぎて、2人つって終わりだってことはありえんくて。 ただありえないのがこのメンツだからまあ確かにそうそうなのそれはそうなのなんか石井さんもなんかうまぶっちゃったんじゃないかなっていう感じなくもないんでね <laughs> そうなんだろうね多分もうか出歩くなかなかそろそろうまぶっちゃったんじてないかなバレてるかもしれないね多分ね多分最近つまなかったんだと思うんだよねああなるほど <laughs>、うん、今楽しくなっちゃってると思うんでこの人うんなんでちょっと俺は骨折やろうやっぱちょっと微妙かなっていうのはじゃありますね<おー> <laughs> えじゃあ板澤さんは石井さん俺は骨折 イタザンさん、どなたに投票されまするか。いや、これクロストプくるぞ、これ。イーエータザンが仕事しないと。早、えー、さんはで出さないと。それでは3番、イ、え、タ、ー、さん、どなたに質問されますかナルオさんでお願いします。ケスさんに話しかけるよね、い怖いけど。友達やん。 も君、俺入れるままでしょ。まず、友達と話したけど、俺目線だと、王さんが強人で、石井さんが、まあまあまあ、そうだね。で、これさっきねあの板橋君が言ってたんだけど、彼、そこそこ頭いいから、正しいこと言ってると思うのよ。要は、あの、あの骨折ハゲわちゃわちゃ最初にいだけなのよ。実際、俺、その最初に出ただけで疑われて、しかもあの思い出して、昔の俺。 基本的に、あのパッション強い時は、白、白だったじゃん。ああ、そうかもね。そうだったもんねどう、今のパッション。いや、白っぽいよね、確かに。でしょ。言われてみれば。うん。な、あのう。誰を泳がしただけ。いつも通り。最も黒の確率が高い、あのう、石井さん。を、とりあえず最初に釣るべきだし。で、まず、あのローラーっていうのが、まず、よくないと思う。俺は。あれを泳がしてたけですか時間、時間効率的に。うん。いや、間違いないわ。どう、あのなんか。 本に聞き流そうとしてない。あんまり。ええ本当に本当にそう思ってる。いやいや確かにそうだね。あの言われてみればそうだ。今度冷凍状態ね。どういう。それではエイタさんどなたに投票されますか。ミュートになって久々だから忘れてるね。石井プロで。石井プロに二票目が入ります。さだこれ人狼に二票入っちゃってまずいねこれ。ワンちゃまずいです。どなたに質ますか。ワンちゃまずい。ワンチャンまずいです。 ま、クロスアップ狙いに行くいのは石井なんですけど、えー、石井かおっさんなんだけど、エータって巨人っぽいから。スかじゃあ、KSK さんで。<い>なんか、石井さんが人狼だった場合に、占い師3人目だから、3人占い出た場合って大体ローラーになるじゃないですか。まあ、普通そうだよね。うん、<分>なんか、それで本当の人狼なのに、そのパターンやるかな うん、おおいいね。で僕は石井さんじゃないと思います石井、うん、じゃないうん石井さんは白いと思いますなるほどエイターさんはなんかローラーも嫌だみたいなこと言っててもう明らかに人狼っぽいと思っちゃいますねただちょっとねエイター人狼にしても真にしても、はい、ちょっとねあのふざけすぎてる気がする <laughs> なんか出方がね <laughs> いいね。いいね <laughs> 俺はエイタ狂人じゃないかなと。素晴らしいね。さすがゲストだね。まあ、さすがだね。まあ僕はだからどっちか、エイタさんかおっさんに入れますから。すまあエイタさんかな。石井さんが本当っぽいんで石井さんに集まったらめんどくさいから、僕はエイタさんに入れますわ。なるほど。はい。いいね、トラボはいいね。トラボはやっぱり1レー1人だけ。トラボさん、どなたにとらえますか エタさんに二票目が入ります。<laughs> え、ナルオはバカじゃなければトラを守るね。ナルさん、王さん噛めるんだよねワンちゃんくん。噛まなくてもいいんだけど。えーじゃあ美味しいプロで。エタ釣れれば噛まなくてもいい。ナルオさんと話させてもらえるんですか。 まあまあまあたまにはこのはゲとも話してやろうな。なんか聞きたいことがあは同じ。けど主張した方がいいのかなと思うんですけど。瀬戸際でしょ、今。瀬戸際なんですよ。まあみんなさん話してもらってるとは思うんだけど、俺、出ィスビちゃってさ。2人がギャルポンポンとおれる。うらしいです、うらしいです。なんかちょっとあれだったじゃん。こいつらさ、こいつらは潰しちゃうんだって。でさ。 あのー、でも俺本物の裏返したから出,出ざるを得ないじゃん。ああ、まあ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 。みんな分かってると思うけど、まあ、俺は普通に考えて、えっと、本物の裏返しは人狼だと思う。強人で突っ込んでいくってことないじゃん。でも、ワンマまあナッキーがないことはないと思うけど、うん、まあそうだけど、普通に考えてその方があれだと思う。うん、うん <laughs> まあ。あと、まあ、うん、まあ正直、エイタとおっさんがどっちが強人、どっちが人狼かは俺はまだわかんないけど。 うん、まあお坊が言うようにまあエイタが <laughs>、うん、エイタの殺意がなんか高すぎるかなあまあそう自分を守りたい意識とかちょっと強いかなって気は、まあ、それではナルオさんどなたに投票されますかまあさっきのでもねやっぱエイタさんの説得力結構あったからなエイタで <laughs> エイタさんです三票目が入りますす、ね、いつも通りのいつも通り変わらな味六番ケイスケさんどなたに変わらな味ですね質問されますかオウスで <laughs> <laughs> はーいいやーこれ圭佑さん、うんはい、これ、エイタは小難しいテクニック使いすぎ、石はうまぶりすぎ、うん、俺の中はちょっと、エイタは、うん、あの、真でも、人狼でもないかなっていうので、強じかなと思ってて、で、今、大戦、うん、にしゃべりかけたのは、ちょっと石との違いを見たいなと思って。あ 俺は、俺に白入れてんのがね、うん。強盗テクニックすぎないっすかうーん、俺はもうなんか、俺、白で隠っちゃうようなもんじゃん、それ。しゃ喋り始めのテンションが、ちょっとエイタはおかしかったから。まいつも頭おかしいっちゃおかしいけど。そう。死ぬの時はもっとね、の綺麗にくんのよ。あ、雑じゃないんだ。雑じゃないね、雑だったよね。いや、まあ、そうっすね。ていうか、俺に白入れたのマジびっくりして。うん。同じ占い師でなるほど。うん。 あまあいいですよ、ね。教人だ,ううだったら普通ね、そうだ人類当てたいから。のそれでは、ケイスケさん、どなたに投票されますか,でいいかちょただ、白白ってかなくしたいから。タ強と見て石、石で石井プロに3票目が入ります。石井をクロースアップ狙い,して狙いというのは、お<番>スさん,強い、ね、さん、どなたに質問されますか <laughs> あ、ガチくんで。利口なガチんでお願いします。はいはいはい。あ、ガチくんお利口さん。でも、5審卒業されたガチさんに、お利口さいたいんですけど。結構前でも卒業しましたから僕は。あまあ、確かにね。<laughs> はい、やめてください。すいません、す、はいません。えっと、俺、一応、あ,まあ、あくまで俺のビジュアルビ視点なんだけど、ビジュアル、はい。まず、あの、エイタと石井プロを、どっちか、<laughs> まあ、ぶっちゃけどっちが先でもいいんだわ。はい、やった後、その後俺を釣って、 A 対 C 俺とりあえず三人釣ることところから冒始まんない？人狼二人が出とるがな,ないと思う。あ、それはないともないと思う。だけど例えばイ田さん今日釣って、うん、こうめくった時にトラが、うん、あのー、黒が出た時に、うん、もうそこでローラーみたいなストップしていいと思うんですよ。う強人占い式しかおらんと思うんで。 まあ、トラボ以外に霊媒師が今から出てきたらちょっとあれですけど。あーあ。一応俺ガチクにしろ出したじゃん。はい、俺の方はもうエイタと石どっちかがもう人狼を待ってんだよね。しかもエイタ俺にしろ出したし。それでは大津さん、どなたに投票されますかあ、えー、っと、エイタ狂人だけやすっえー、っと、とりあえずエイタっす、ね、さん。エイタさんに四票目が。めちゃくちゃ考えてみず、ね、さ,さん。 では続きまして8番。プあ、A に入った確定だな。なれこれ石は入るから、ミさんは違うところに入れるわ。けわありがとうございます。全部できる。あの、心が綺麗になったというふうに伺ってます。はい。はい。はい、あのーあ、今、俺、俺かエイターの状況になってて、まあ、俺にもう一歩入ったら決戦になるのかなうーん。なるんだけど、いや、入、は、ん、い、ねまあ、大さんに1票入ってないのもよくわからんが、石に入る。<laughs> 何の。<laughs> あ,あのー、説得力もないじゃないですか、言ってみたら。<laughs> まあ、でもそれはいいや、とりあえず、まあ、エーターに入れてほしいっていうのがあって、えーうん、何を主張すればいいんだろうな、まあ普通に売らない結果を落としたいっていうのが、まず一つある。いや、多分、今のままだと、うん、俺、石井さんに入れます。なんでなんか思い出してきたんですけど、しょ初日に石井さん釣らなきゃいけないんじゃなかったっけと思って <laughs> <laughs> とあなんです。 違う、そんじゃないんでしょ。それくない、よくないんですそれは。あのこのソシックスになって会話が浄化された中でそういう。あの会話が浄化た。でも真面目な話すると、この三人出てる状態でローラースルってほぼ決まりなのに。俺が俺が村人だったら裏人だったら。ねえ、伊達君がそれを拒否してるのがちょっと俺はそこが。れはいいねいい C プロドナタリ投票されますか。伊達でしょう。伊達君。あれ？そうだこれ。 あ出田さんに5票目が入ります。すあ俺これで生き残れるです実はでは続きまして、<laughs> 9番、ミートたけしさん、どなたに質問されますか圭介さんで。はい。っていう、ちょっと今言いかけたんですけど、この3人の子出てる状態でローラーしないって、なくないですか ままあ普通しますよねだから、なんかローラーするのやめようっていうやつは、なんかおかしいんですよちょっとだから瑛タ君が、それが芝居なのかを、あと、そもそも大須さんを白出ししたのも芝居だったら、うん、んなやっぱパパになると、そんなに頭回るようになっちゃうのかなみたいな、まあ、それもあるんですかね。だから一応俺は、瑛太<だ>君、まあ、今集まっちゃってるし、確定だし、死んですよね。 新占い師のエイタだっから、うん、まあまあもうだから俺イ太君が怪しいと思ってその、うん、でもこれローラーの時いつも迷ってんのが、うん、2>, この2人目の順番って重要じゃないですか2人目の順番次つるおっさんと、ね、話をした方がよくって、うん、はいはいはいメンタリズム的に石井さんだったってことですかケスケさにそうですねなんか石井はあのなんか出そびれちゃったとか言ってるくせに最初に、うん あの様子見てたとかなんかうまぶってる、ね、ただ今俺全員のあの疑いが外れて余裕ぶってるおっさんが本当にムカつくんですよ <laughs> それではミートたけしさんどなたに投票されますかおっさん <laughs> <laughs> 大沢明さんに1票目が入りますいいょう投票は本日初回のあれを残しているの、ね、は、うん、自然だねいいねエイタさんです では、タんはマイクのミュートを解除して、遺言をお願いいたします。お、まあね、っと、まあ、あさんに白出しって、それは出たからするしかないし、一生そこばかついてくる、あの、あの今井圭介は、ちょっとあのうや怪しいと思ってるのと、あと、石井さん、もう俺に入れたら確定で、あの俺が落ちるのに気づいてなかったじゃん。もう精査できてないだこのハゲ、骨裏ハゲバカわかる <laughs> もうあのね、自分がそういう黒顔だから、いろいろ考えなきゃ考えなきゃなっちゃってるの、このおっさん。 そこをちゃんと見てで、次はあのちゃんとトラボを騎士守って、俺が白で出て、あそういう流れだったんで、みんなが気づきます。この後、みんなみんなが気づきます。この事実に。勝てよ絶対。<laughs> それでは、これはレイド、ずこ,れこなさそうですね。うん、うん、これはこなさそう。でも、まあ、新占い師として、パッションが出てましたね。いいね。新占い師としてのパッションが出てましたね。まあ、実は教授なんですけど。で、これ、シ白が出るから。 1> 1日シーンだったんかなっていうまいがね、ちょっとでもあれば。ちょっとあればね、仕事はしてる。しかも、強、えー、人が連られてるしね。これはかなりいい仕事です、ね。まあ占い師を連れてたら最高だったんですけど、ちょっと序盤見捨てたんで。本当は違うところに来たかったんですけどね。<laughs> <laughs> やっぱエイタ強靭ムーブさせて大津さんをあの狙いが強かったと思いますけどね。それが若干強いんじゃないかな。先方的には強いんかなと思うんですけど。ちょっとあれですね。うん。なんだこの懐かしい感じはそうです。それを楽しんでください。何も変わりません。霊バ師の方はビデオの返し前と同じ味です。100年前から継ぎ出しやってるんで、こちら。継ぎ出し、継ぎ出し,ぎ出しで食れてくださ 人狼ではありませんでした。あ,ろはい、ありがとうございます。はい。<coughs> それでは引き続き頑張ってください。はい。伝統の秘伝のタレントですから、こちら。秘伝のタレ。では続きまして、秘伝のタレです。成長なし。<laughs> 成長なしでございます。するわけない。させないいの方すがす成長したら呼ばない,いそれでは、大須さん、本日、どなたの正体をお願いたしますか シプロで終わったえ、石井プロ占いはないでしょシ<れ>つ<っ>…あ、じゃ石井プロでお願いしますシ嘘でしょシそれでは本日、石井プロの正体をお伝えいたしますこれ相当前…前の正体は <laughs> 人狼ですあ…はいシうアホすぎるシサムカケコムレート ローラーするのに何のみ、人狼でしたって言ったら、もう信用とかなくなりますよ、これは疲れ、当たり前じゃんっつって、当たり前じゃんっつって、だって、って A とか白のが巨人なんだろう、その人狼決まってんじゃんっつって、当たり前だぞ、さあ、自然、これが大自然を押すわけですね。ね令和6年にこれやってますソシックスになっっててこれやまますトラボ組んでお願いします <laughs> さあトラボもありましたそれでは。トラボさんをますこれ、大津さん噛めるんだけど、噛まなくていいね。なんなら、一の人だから、ンンいいす,すげえバカだから。<laughs> すげえバカだから、ほっといていいね。まあ、誰噛むかなケースクさんかなケースクさんとか、それでは、人狼の方を起こしてまいります。ガチクなるあたり噛みたいね。真面目になってたから。でガチク、白崎だし、ガチク、白崎、圭祐さんも白崎だから、白崎噛みたいね。人狼の方は、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。 それでは、奇数っぽいからちょっとわからなかったから今日はスタートしてくださいどうぞ。うすいい潜り方だったんじゃないかなと思いますが。あ、それはそう素晴らしかったと思うんですけど、あと俺も相当テンパった。<laughs> 久々だね。一個確認したいんだけど。はい。エイとオウさんの白だして誰だった？えっと、うん、エイ君がオウソさんで、うんうんうん、それはオウソさんがガチ君で アチ君かオッケーオッケー分かった俺は圭介さんって言ったんだけどでだ誰かむかってなった時にレンガミガチあのトラボレンガミするのかっていううんど,どう思いますこれトラボ守られると思います、まあ、普通守るじゃないですか普通はトラボ守るよねで,でいや俺無ちゃしてこないと思うんだよなだったら騎士当てたいですよね次棋士かみたいですよねかここで勝負するっていうのも普通の手だとは棋士臭いのいました かなまあ、あとはこの後おっさんを黒に見せるためでどうしたらいいかっていうのを考えたらまあお,おっさんは白、うん、は人狼の死に方だったんだけどだから白足が確定っていうわけは強靭の行動っていうふうに持っていきますわ俺はエたくんのがそれでは本日の襲撃先を教えてくださいあ決めてねえお石さん石ういつも本能で言ってください岸でで板んさんで それでは本日さんを襲撃いたしますまあ、板んでもいいんじゃないですか。板んでもいいんじゃないですか。板山結構あの<は>疑ってたから、のいい石のことね。石のこと疑ってたんで、別にいいんじゃないですか。ただ、それをバレますけどね。それが石噛まれたなっていうのが。いいんじゃないですか。石結構ロックオンしてたから。なるほど、どっちかまだ分かってない状況だし、ガチ君も分かってない状況だから。 まあ石井が一番ロックオンしてたんで、石井とケツさんがやばいね。石井とケツさんがやばい。ただ、石井、ただ、あの、板山が、板んがやばいんだけど、板んが、えっとね、白先かくぶってないんだよね。かぶってないから、あんまりかまわない方がいいかなっていう。七番さん。まぁ、エータが新ないとして、可能性が高く、一応、一応残す、残す形になったから、まあまあめちゃくちゃとこれでいいけど、かむのは。

はい、人人狼です。なんで俺裏だよ。イシプロお疲れ。だからだから俺が言いたいのは、イシプロ切った後に俺を釣って、とりあえずエイタたぶん強人じゃん。えマジトロボなんだ。ああちっと人狼じゃなかったです。はいいいですか。エイタさん。エが白だった。ああじゃあ強人か。まあただ狂人の可能性あるんですけど、人狼ではありませんでした。いいいい。俺はなるおらってなるおは白でした。

あの、こんな結論にはならないはず。違うね。バカじなてピって言い。いない、先に死にならない。怪しいやつを、怪しいやつをない。怪しいやつを言わない。あ、こいつ怪だっ俺、うるんだ考え。ピュアなだよ、ピュア。死か黒かミスロって話ですよね。そうなのよ、そうなのよ。単純に。その能力あるんだこかいこの状態の、この状態の釣る順番ってそんなに関係ないんかね ローラーするなって。まあまあ、一応。どっちもつるんでまあ一応、理屈を言うと、オーストラリアしたらどうしてもいあ、そうなんですまあまあ、それはまあまあ、そうだよ。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 まとまあ、そうだよ。まあ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 まあ、そうだんですそうよ。ねけまあ、そうだよ。まあ、そうに その、なんか、守られるって踏んでああ、そういうことですかね。あれ、はじなるほど。いや、俺、さんそれすらも分かってなかったんだと思うんですけど。いや、まあ、君の中ではそうなんじゃないうん。妙に埋まってるけどさ、まず、エンターが俺に白出した時点で、ちょっとマジ、人道サイド、かわいそうだったよね。ピンチだったよね。

おめでくぇはもうおめえはもう死ぬんだよ。おめ俺も死ぬの確定してっから。俺と一緒に死のうぜ。すげえ、ミッド・サドアの村に来たりておめえはもう崖っぷにいるんだよ。死んんだよ、おめぇは。でもここのオーラスーすそのミートさん、僕、ケースケさん、ナルオさんの中に一人おるんで。そっか、その話をした方がいい。そうだね。もう死ぬのは確定してるから、俺と一緒ん。 で、オスさんを本物って。えあ、僕はいなじ例うで、オスさんを本物ってするならガチ君もしろ。ですかね。あ、俺、白としてるからね。そうですね。で、石井さん、白なんだったら、成尾さんと、えっと、ケ介さんが白なんですけど。あ、じゃあ俺は白出てないんだから。水さんが両方のカメラに見たら、一番いいよね。石残ってたら超強いよね、今ね。 やばいっす。ね。ミートさん、なんか初心者ム初心者ムーブしてないですかなんか。出たやばい。初心者だっ目つけられた。対うだって。<laughs> 初心者だねえよっ,って言わない。僕は何回やってんだよ。<前> あんた、中級者ぶってんのか、今、もしかしたら。ぶってます。うち、相ぶってます。ちょっと今、俺、怪しい、けですさん。ちなみに今、皆さんってどっちが本物だと思いますおっさんと石井さん。まあ、おっさんですね。おっさんか。うそだん。全く情報出してない大津が信用されてます。それでは、話し合いが終了となりました。全く情報出してない。いたこれが雑談。それでは、本日、犠牲となっており雑談です、これが。 2番、イタザンさんを起点といたしますので、4番、トラボさんからの質疑応答です。それではトラボさん、どなたに質問されますか白い理由バカだから。2人いたらそんなことならねえだろっ,つって <laughs> うん。ううもっと怪しいとこ行くだろ、普通っ,つって。1人だからバカだから。<laughs> でも仕事はしてまらう。はい。初日のガチクエの知りしかないです。それしかない、うん。占いは2人ともつるんで。 残りが誰かを探そうかなっていう感じなんですけど。うん、成尾さんは誰が怪しいとかかありますかいやない、ね、んだよなあ <laughs> 正直。<laughs> まあんだよなそうですねで一応石井さんがいきなり白を出した KSK さん。で、まあ、成尾さんも白を出されてるんでああ石井さんが黒ならなんか白出ししてもう相方を。 の安全をちょっと確保しようみたいなのはあるかもしれないです、ね。おお、いいね、トラゴああ<ー>。そう思、ね、うよね、普通ね。俺と、そう、圭介さんが怪しいとこか。うん、まあ、でも、なんか、どっちかっていうと。 ケースさんの方が僕はなんかあんまメンタリストメンタリスト言ってないから言いまくってもそうなんだよ何かそうそれしか言ってないなんか推理なんだよねだか白の時にはちゃんとメンタリストどうのうのって言ってくるはずなんだ確かにそうなんだけね今日そうそう俺は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 そうっうそ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 う プロに1票目が入ります。では続きまして5番、成尾さん。どなたに質問されますかおっ、えー、さんに占いが当たんなかったら今日、ミッさんいけるね。当たったら終わる。すけさんだよはいはい。どう、ケースケさんだけや。誰やしい。とりあえずね、この感じの成尾は白いんだ。うん ああ、よくご存知で。この、<ス>なんか、長いからね、あ、じゃあ、ミートだけさ。なんか、人狼側でも市民側でも、なんか、どっちとも取れるような、うん、なんかこう、はいはい、ニュートラルな感じ。ニュートラルだから俺だって。うん<ー>。N だから。だから、たぶんなるは白いんだけど、うんうん、ミートさんが、なんかね、<laughs> ずっと、<っ> <laughs> うん、あれこれってここでしたっけっていうなんか初心者ムーブしてんじゃん <laughs> あーミートさんねそんなバカじゃないまあそうなのよそうなのよ<ー>だって俺らですら覚えてるからね別にね最強ゲーム性はそうなんよなんか,か、ね、怪しく感じなミートさんね言われてみりゃそうか,か一番なんかこう標的に今なってないからあ、まあ、ひょうひょうとしてるよねそう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  じゃあ、ケースの時に聞いてんとこミートさん怪しいって感じか。かなぁ。OK。まあ、イシプロに入れるけど。それでは、ナルさん、どなたに投票されますか石井プロ石井プロに入れいや、最強だよ、おっさん。あんたが最強だよ。大事すかローラーするってやつを裏なってんだから、残り一人残ってんのに。あと一人死の残ってんのに、グレーに。 ローララーラってジのって言って、はい、それが認められるんだから、ね、ミートさんは俺は賢いと思ってるんですよ最強だよだからのその賢いとかじゃなくて <laughs>、はい、とにかく最後まで画面に映りたいんですよ俺は <laughs> なるほどはいあじゃあ顔を出さずにこうみんなの的ならないようにって感じですよね的になるっていうか別に的になって視聴者増えるんだったらそれでも視聴者増やしたいね、はい あれ、役職とかは待ってこれね、はい、ないんですわ。あ、ない。ないから動きにくくて。はははい、はいはい、はい、だけど、どけいすけさんが、めっちゃ見たすげえからな。まななす、ね、まあすごいです。信用しますわ。はい、俺です。<laughs> <laughs> なるほど。逆なれで一番数字取れる うん、逆にわかんない。悩んじゃないよな。悩むでも、真面目な話を、あ、真面目な話する時間なかった。それでは、けいすけさん、どなたに。一応されますか石井プロ。石井プロに三票目が入ります。では、続き。これもばれでもけいすけさん、強いね。どなたに質問され。市民だから、動きづらいとみんな言います。市民が一番動きづ、動きやすいっすかね、実は。これって、まとりあえず石井つるじゃ。はい。 でまその次俺釣るじゃん流れだと。はい。はい、きしてもいいっちまった食われたと思うあー、伊沢さんだったかどうか、ね。だよね。で、トロボ、霊媒でしょはい。1> で、一人しか手挙げてないじゃん。うん、そうっすね。だまあ確定みたいなもんとして。で、で俺、ガチ君にろ出してるじゃん。はい。一旦目で。そうですね。う まあでも俺をあれか信用するってよりはもう全員釣ってそっからの人とかまあそうですねで僕がもし次も生きれた場合はその次も生きれて石井さん黒って例えば出たら釣らなくてもいいかもしれないですねまあ多分かまれるんですけどてかローランの間にうち、ね、の内はまあでもとりあえず石井釣っており釣ってその皆さん誰釣るか,うるかそうそうですねいやまだ多分そこを多分探さないといけないわ、ね、からないよね俺も全然、はい、そう石井 まではもう確定 A と C はもう確定してんだけどうんこれは新しい人狼ですねローラーシライダーに当てるっていうのはグレーを当てるっていうのが占い師の仕事なんですけどそこまでに信用させるっていうジジりとりあえずあローラー相手を占うことで信用は勝ち取りガチ君だけくし隠しろだよっていう情報だけが映んだ、えー、<laughs> これはこれでね強いですよ <laughs> はいどうもお待たせしますよろしくお願いします信用を得たんだよ このみんな狂ってる。狂ってるよ。でもね、まだ1日目だけ僕頭ま冴えとる可能性ある進もうあ結構。と言いますと結構ね、見えてきたっすよ、僕。この謎に、真相に。どうなんですかでも、俺、現状だと僕もミートさん黒かなって思ったんすよ。あ、本当にはい。 はい、はい、時間はないんでち、ちょっと俺の主張がさせてもらうんですけどあ、私は、ね、あの占大臣です。で、大津、はい、さんは多分人狼。で、多分人狼分かってないと思うんですよ。やばいね、全く分かってないから、あのー、俺を占ったりとかすると思うんですけど、はい、<laughs> よくわかんないなっていう。そのどういう判断でなったかわかんないけど、ね、まずオオカミを探すっていうのがないのね。で俺俺俺を、俺を生かしてくれた場合、 俺あの占いますぎ。で、次、多ぶトラボが変わるから俺生き残ってっていう。<laughs> もうた、たでも4票入ってるか無理なんだ、ね。石井プロ、どなたに投票ま、鉄板ですかおっ、おっさん。おっさんに、一票目が。一応石井を石井で久々すぎて、ちょっと、あれだね。では続きまして、し、ね、さん、どなたに質問されますかガチ組んで。はい。盤面がね、すべて、見えられてるということで,ガで、ガかくんああ、もう。防止防止ただ今、俺、最後の石井さんの断末もな。はい。 その大さんに入れてくれればって4票入ってるのに言,言ったのよあれ、ね。見えてないんですよね、だから。目つむってやるよんでずっと、うん。あれはもう死んでしょうがないと思う。<laughs> そうですね、うん。で、あの、大須さんが強靭の可能性ってあるの今。全然あると思うんですよ。エイトさんが死んで、大須さんが強人だったら僕も全然白じゃなくなるじゃ。ガチ君が白隠してない。全然 <laughs> <て>、全然。 ただ今のででもなんか俺の黒さをちょっと払拭しなきゃいけないなガチ君の中のだからねエイトさんが最後言った石井プロがミドさんに1日目で、うん、あの質疑応答した時に、うん、誰入れるんって話になった時に「うん、えーと石井プロです」って言,わ言ったんですよねミドさんが、うん、でもあそこって石井プロがエイトさんに入れれば絶対エイトさん釣れるんですよ ですよ、うん、石井プロでもミートさんもそれ気づいてなかったんですよ。でお互い同様して気づいてなかったんだってプログ俺はだからずーっと自分の気にしてたじゃん、そ,その入れるミートたけしさん、どなたに投票されますか石井さんで。石井プロに5票目が入ります。切るしかないね。では続きまして、1番ガチ君、どなたに質問されますかさあ、ガチ君するぞね。で、大さん。いやー、よく俺言ってくれました。いや、まあ、まガチ君、コナン呼んどるだけあるわ。 43巻までいきます。やばい。最後のまとめみたいなやつは最後。ええ、そうっす。ええ、そりゃバカなんだよ。たぶ今日残ると思うんで。こないよ、何も。おさんに強人の場合もあるし。あるあるある。だけど、あの、エイタは俺に白出しして、で、俺はガチクに白出ししたっていうその。でエイタえっと、エイタさんがもう白なんで、エイタさんエイタさんは強人かシンしかないんで、そうだね。で、えっとね、もし仮に今日今日占うんだったら、大さん誰占いますえ とね石も確実に死ぬじゃん。はい、うーんとでトラブルも多分ないと思うんだよね。確、ね、だからだミートさんかな。ああ、そうですね。俺も、ね、ょミートさん言ってほしい。うわー、バレた、バレたそう。もしいろいろるんだったら。うん。ケースクさんかミートさんかだったら、ミートさんのがいいかなと。なるはちょっとなんかあんまり売らなくしねえザンギさんが騎士なんかどうかっていうのと、あとね、ザンギさんが釣られた理由も考えたんですけど。うん。 俺られびっくりしたわ一日目にねダンギさんが石井プロがなんか動揺してるみたいなのミートさんと話し合う時にしようって強ぇそれなんか釣られたんかなってガチ強いそれではガチ君どなたに投票するのかそれはバレてる石井プロに六票目が入りますガチ君マジで強いぞこれはコナンが効いてるプロです。これはコナン読んでるね本物だお前ら全員狂ってるよどうなってんだあの おっさんがもうあたかも白みたいううな感じになってるの何なんだ <laughs> どういう理屈なんだ俺には理解ができねえ。太 <laughs> 鼓をずらしう占うよう、なやつだぞ。裏 <laughs> に情報を落とす気なんて一つもないんだぞ。<laughs> でも信用されるてう、ね。まあ、一応もう俺から見たしてを言うね。お、ま、っ、あ、さんがが,が人狼です。で、えー、っと、ミロさんかガチ君のどっちかが人狼で、そにたす、終わり、以上。多分ミートだけしか人狼です。しねえ。それでは。 さあ、しり石井が言ってることは間違ってないですねすさあ。信用されないとこうなってしまうんですね。さすが、まあ、に44巻まで読まなかんね、石井はね。ガチ君43まで読んでんだから、<れ>で44まで行かないとないガチ君を超えていかないとね。さすがに、まあ、石井はね、教科書のコナン君を読むべきですね。いやー、ガチ君も強いし、圭キさんも強いし、成尾も強かったね、今回ね。落ち着いてて。市民の時のこ,こいつらの落ち着きの強さっぷりが半端なすぎて。 みんな手がねだ手がねつけられないんですよね今ねいやーこれはちょっとミッドだけしきついよあれはきついどう跳ね返すかま霊媒師の方から起こしてまいりますどう跳ね返すかですねこれはいや初めてですね普通に霊媒師の方はビデオの回しマイの解除をお願いいたしますローラー占,って,ローラー占っ,てってありっていけるってすごですね本日処刑された絶対無理お伝えいたします。石井プロの正体は人狼です おお、やっぱり。さあ石、石の陣。だけど、別にミート三二三、まだ終わってませんよ。エータがしん、ね、しん占いっていう話があるんで。で、おっさん巨人でしょっつって。エータがしん占いっていう、手で行くしかない。ですエータがしん占いだと、えっ、ー、と、だ、全員が怪しいんで。でも、全員が怪しいからこそ。大須さんも行くけど、ミートも行こうぜってなっちゃいますね。それでは、おっさん。本日。ミートも怪しいから。を確認なさいますか。ウブ。 <デ>ブそれでは本日ミートトケしさんの正体をお伝えいたしますデブ,デブミートトケしさんの正体は人狼です <laughs> これは強そう B 来ました B これは気持ちこれは強そうこのこの貫禄で言われたらもう信用するかなさすがにこれはさすがに貫禄もうバレちゃうなこれさあどうするか水崎氏 一応、A タが死に占い線があるんで、全然まだ全然やれることはやれます。はい、信用されちゃうなさいですよ、ね。大須さんにします。それでは、本日、大崎屋さんをご栄いたします。まあ、そうですね、はい、正解ですね、それは。はい、ナルをいいですね、騎士。ちゃんと分かってますね。でワンチャン、のルを、あの、大須さんが死に占いやったら守れるし、なおかつ、捨て声で次の回も守れるかもしれない、誰,誰かを。 これ上手ですねこれはキスマーク。これはキスマーク入ってますね。ええもう少し行きたかったな。<laughs> 気づいてないかええた新路線で一応いけるんだけどね。そっか、これ一人で喋んなきゃいけないんだよ。寂しい。ええた寂しい。ええた一人路線でいけるから、あ<ー>まあワンチャンいけるかもしれないけどね。大須さん強靭説に一発かけるしかないかな。うん、それしかない。あ気づいてる。 いいね、みさん、頑張れるよ。一応いける。ただ、オスは強い。オスさんが黒くて、分かんない,分かんないもう、どうしたらいいんだろう。あ、なんか、あ来てきちゃったな。<laughs> 俺、来てんな、今。<laughs> もう勝てないから。もう勝てないから。つらいことがあって、すぐ逃げるタイプですね、はい。終わってます。炎上。それでは、本日、トラボさんを襲撃いたします。無理ですから。 もう無理あーもうやめようあ,あもういいやもういいやっつって <laughs> これはきついですねまあ一応でも大ん巨人説行くつもりですよね多分ねでえたか新郎さん3日目の朝を迎えました1番ガチ君からビデオの開始のみをして戻ってきてください4番トラボさん5番ナルオさん6番ケイスケさん7番大スさん 番ミートたけしさん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はトラボさんです。トラボさんはビデオの停止をまあ当然でしょうね。それでは現在、ご名ん、存です。皆様、大久保さんのこ余裕の顔、マイクのミュートカイザーの顔を見つけたら、おいしいよ。あ、俺、占い師の結果一緒ですかはいはいはい。あと、言われた通おり、たけしゅらでました。はいはい。真っ黒です。俺ね。 多分これ、おっさんは死んだと思うわ。いや、でも、ちょっといいこれ、これ、俺黒だったら、絶対おっさん噛んでない。いや、それはないっすよ。だってレバビ橋噛むに決まってんじゃん。死んだもん。一人しか出てないし。あ、でもいい、いい、いい、いい。で史しか板さんと相手すると思う。そう上3人が迷ってる。ラブも言っとくじゃないいや、てか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 さ、あれなんじゃないですか、さっき釣られた石井プロが黒なんじゃない どうか黒だと思うよ。まあ別に黒だと思うよ。ただターンは俺つってもらっていいんだよ。これつけついてもいい。ただ俺は占った結果はたけしが黒で出たね。えでもえっとこのあおっさんつられあで次俺がやられた後でも勝てる？村はお前が黒だから勝てるだろ。うあまりどっち黒すってね。ごめんなさいごめんなさいごんごめんなさいね。 直接だったんだけど今。息の、息の根を止めますよ。あ、そうそうそう。あとさ、石井さんみんな狂ってるって言ったじゃん。うん。むしろ狂ってなくない今回。てか、その、あ、狂ってるよ。占いは狂ってるよ。なんで石井さんが最後断末まで俺を、俺を黒出ししてきて。ああ、だ、だ、演技っす。演技そう。下手くそな演技っす。ええ、わかんなことすんな、あれ。おめえら話しちったんだろ。うこの時の、 オサン俺はね嫌いだな。すいません、ね、てかこれさ、順番,順番さ、いつの先でもいいんじゃないのないのいやあのどっちにしろ、あの俺とおっさん釣るんだったら、うんうん、俺を生き残してほしい。え、理由は少しでも画面にいたい。 なるほど。なるほどね。まあまあまあじゃあお気持ちいじゃ次の2分がタいいじゃん雑談すればいいじゃんだって。大変な感性がありますね。一貫してるよ。今一貫してる。何だに。でそう当たり前だ。ジノ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  結果はね、俺二人とも裏裏だったから。これじゃ、まあ、まあ、この大ーさんを白隠し,しすぎじゃないでもいや、もまあでもそう確定じゃないよ。違うすけど、白隠しすぎなんすけど、今のところでもし大ースー、うん、えーとね、イ石井プロが狂人とか真なんだったら別にあのトラボ殺さんでいいんかなと思ったんですよね。トラボが例えば残っとって。 石井黒が当陣出てたの白ですってなったら絶対次のこのターン王さんを釣らない結局なるんでもう大合戦釣りるあえてもう殺すしかなかったのかなっていうあそこ残から王さんも黒の線があったと思うんですけどあそこはもう残ったのねなるほどでは別な役職残してたらグレを残すの普通じゃない人狼つって言うしかないですね。 そうかもしれないけど、役職をまず、人狼<番>で,ではないかくやつが確定してるやつは、そいつこそ普通じゃないっていう。人狼としてねっていうね。えー、じゃねだけど強いですね、今の発言は。あす今のよか,よくなかったっか他のじゃないから。そういうことだよね。俺はそうかなと思ったのよ。あ、同じですか。そうだよね。順番的に、今殺しておかないとまずいってことだよね。 じゃないと、ももそのう黒が一人落ちちゃってるのが、見たけそうなんで、僕が見られてもいいってなるんだったら、ガ歯も絶対こンさん釣らないけんっていう。ああ、逆してる見られた方がいいんだよ。えっと、強人とかっても分かっとなんだ、人道が。強人か白だったら、白でしたってなった方が、じゃあ、おっさんじゃねえかとなるってことだそうああ、そうだよね。で、 のでやっぱミートさん。うん、んミートさんかでもいいかなって俺は思ってます。なんだまあ、ただ,ただあた、まあ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 、残りたいっていう、やっぱり。まあ一あ、ちょっとじゃあ,まあ,いてあましょう、うまず尊重はしてあげれば、um、ね。最後にあがきを見せてもらってって感じか。そうそうそう。余裕だ。そ,それ以外ないよな。余裕だ。もう、じゃあ、とりあえず、おっさん行っとこうか。まあ決めても全然大丈夫です。オッケー、わかりました。はい、それでは、なろうさん、どなたに投票されますかじゃあ、以上、おっさんで、し礼きます。 だってさ仕事終わってるからね。仕事終わってるから終わってますから。2人陣の見てますからあ。あなたに質問されますか <laughs> ミートさんで。はい。いやー、きついっすよ。<laughs> なんでですか,だかどうしましょう、ミートさん。<laughs> 私は立て、はい、をしますよ。<laughs> <laughs> 立て直すいや、あの。 いろいろありますよ、言いたいこと、その、YouTube の宣伝とか、はい。あ、宣伝のために残りしたい。最近インスタグラムも始めてるんで。確かに話すこといっぱいあります。なるほど。はい。もうこの試合に関しては話すことは特にないという感じで、ね、いや、あります。だから、聞いてました。YouTube の話をするんですよ。こ <laughs> <laughs> の試合関係ないね。この試合でも、どの試合でもですよ。次の試合も、その次の試合も、私は自分の話をします。<ら>なるほど宣、ね。宣伝したい。それはちょっと次の試合に行かさせていただきます。<laughs> <そ>れは <laughs>。

では続きまして7番、おっさん。諦めてないって言ってたから殺せって言ってるじゃはい。と、ガチ君やりすぎちゃったね。相当うまい。とめちゃったじゃん、もう。リスタルでしょ。ねもうないよね、それいうかまあ、ほんと、ぶっちゃけミトさんからでも全然いいと思うんだけど、それぐらいになっちゃってるから。まあ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 。まとりあえず、様式日。 で俺ややっっててさんまあ一応まあ断末まで聞いてんし、こっからどう頑張るか俺も聞きたいわ。そう、どうあがけんのっていう、たぶんパワー技がくるじゃないですか。くる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 。そのパワーをちょっと見たいなっていうだけなんですけど。お気持ちをね。そう。まあでもなんか綺麗に勝ちましたね、今回。ガチ君がやっぱうまかったね。いや、ガチ君うまいのはあるんだけど、あの。

では続きまして9番のミートたけしさん、どなたに会えばされますか最終日ねえのにナローさんで。はい。ナローさん。はいはい。見せますよ、私は。あ、まだあります。まだある。あ、まじっすか。ここから逆に私は持っている。<laughs> あ、本当ですか。多分今もう4分の4みんな、ミートさん以外全員ミートさんだと思ってるですからね。俺もそう思ってる。<laughs> あ、5分の 5? ムゴ5だけど、見たいくないいや、そうだから、あの、そう、あの、なるほど、確かにそうだなっていうのはちょっと聞いて。俺はもう、勝ち道を見てるから、今。あ、マジっすか。それにはね、はい。なるほど、とどのような協力をしたら僕は。まだ切れない。次のターン切るから、わかりました、わかりました。了解です俺の生き様を見てほしいえ。じゃあ、あの、 僕だけは買わないでくださいじゃん。当たり前じゃないか。これ、なるほど。100なるほど。100なるほど。俺の最後のエンターテインメントもある。100なるほど、これ。100カム0 0はい。では、ミートタキさん、どなたに投票されますかオースで。オースさんに票目が入ります。なるほど、同じ。ねなるほど、やっぱそれで、食べれてるマスからなるほど、同じ。え、オースさん。泳がす。 ガチクン。いや、でもこれ、やりすぎ。いや、でもこれで、俺結構いきっとるすけど、これで違ったら俺、当分出れんすよ、この格ゲマジンと。いや、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 もう、かなりはずいすよ。いや、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 でも、自信はあるす。今日に関して言えば、今日は自信あるっす。うん。かなり自信俺、これまで見たガチクの中で、もっとも綺麗なところから、 一ドットの確認でリーサルが決まった感あるいや、マジでうまかったね。やっぱそれで取りましたからね。今まで。3000万ね、確かに。カ、はい、フコンカップも買ってきとるしな、唯一、日本勢でございです。わ、まあ、ただ、これで違った日にはもう全部否定されますからね。まあ、ガチするね、全てが。はい、俺も一気にまだバカのガチになるから。そうですね。まあ、ガチさんなんですけど、コナンのやっぱ。 自信あるコナンくん持ってる、ね、ガチくん。だからね、英会とかね、コナンくん持ってる。ーガチくんです。そ,はい、それではガチくん、どなたに投票されますかオースさんで。オースさんに4票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは。 コナン君ですくまだ続いてる。いいま映画は全然やってるような気がする。水言は特にないですね。まあ、次、ミートさん釣るのほぼ確定だと思うんですけど、釣られないようにどれだけあのベシャリが効くかちょっと楽しみですね。彼変わったらしいんです。変わったミートさんをこの1年数か月ぶりのこのメンバーの陣ょっと見させてもろてって感じです、ね。お疲れっす。 まあさすがにこれミズさん確定だね。オ思いっきりになるおかんで。YouTube と最近コーヒー屋出そうとして、してインスタグラムとか整理してるからそこら辺の宣伝かな。うん、それでは皆様、おやすみなさいませ。あとはなんだろうな、まあ、まあ、Twitch でやってるっていうのと、<coughs> まああと,はあとはあれかなあの、なんとかコーラ。なんとかコーラの宣伝じゃないか。あまあ一応スポンサー受けてるらしいから、それの宣伝かな。うん、で、まあ最後にまあちょっとベースやってますよみたいな。 ベースやってて、まああの、ちょっとした作曲とかやってて、ベースやってて、まあよかったら聴きに来てくださいみたいな。うん。なんかそういう感じかもいいしますそれない。うんはい、それでは、ナルオさん、本日、どなたをご衛なさいますかあのー、僕多分、ミートさんの最終奥義、まあちょっと僕、人狼側、久しくやってないんでわかんないですけど、自分を噛むとかちょっと言い出しそうなんで。 ミートたけしを守ります、僕。それでは本日、ミートたけしさんをごい,い,たします、はい、はい、自分かませない。かめないですけどね、大丈夫ですよ、かめないんで。かめないんで、守らせる。じゃあ、今回だけ噛め、かみありにしようか、自分の。今回だけ、自害あ,ありで。俺がルールなんで。の今回だけ、自害ルールでありなんですけど、士が守っちゃったんで、もうしょうがないですこれは今回だけあり。 魚さんさかなさんあちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいねごめんなさい <えっ S 1> はいどうぞ今僕とさかなさんだけですかはいえーっと今回だけ自害ありにしますわかりましたはいでも、ああ、よろしくお願いします自害、はい、ありなんですけどあのなるが守ったんでよろしくお願いしますわかりましたでは神宮の方を起こしてまいります <laughs> <laughs> 国がルールなんで 人自いもさせねえ違いもさせねえいいそれでは30秒ですどうぞ黒人さん聞こえてますか答えなくて結構ですただ今日俺を呼んだのは正解でしたおあなたの人選は完璧だったお見せますおミートたけしのエンタメ力おガチ君かみますおガチ君かむ だ本気だぞそして俺は今から自分の印税の一曲を手放す <laughs> どういうことちょっとわかんないんだけど。それでは本日。何ですかすどういうことわかんないけどなんか見,見,、まあ、見,見てようぜ。わかんないけどなんか手放すらしいぞ。わかんない。とりあえず見よう。 それではビデオの停止マイクでューたお願いいたします。その印税の権利をあれかな？なるおあ、ケイスケか？ケイスは金であガツく金持ってるもんな？三千万取ったばっかだから。でなるを売れてんじゃん。だケイスケだ。ケイスケをこの権利どうすかつって。このこの権利どうすかっつって。なるを毎週。なるほど。五番なるおさん。六番ケイスケさん。九番ミートたけしさん。まあ見ましょう。 恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はガチ君です。ガチ君はビデオの停止を押してください。ね、それでは現在3名生存です。皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは開始してください。どうぞ。おったー。待ってましたよ。この3人が残るの。<laughs> なるほど。なるほど。この展開を作ってたのか。この展開を作ったら俺は道がある。誰なんですか、人狼これ。俺です。誰だ俺 えっ間違いなくあるんですか間違いなく俺なんです人狼はなるほどもっと言うと石井さんですそう俺ですそうだねなるほどやっぱりガチ君はちょっと怒ってます正直彼に対してなんで人狼しに来たのかなってそうですよねうん やっぱね、どっかでみんな格言の進だって言葉忘れちゃってると思うんですけ確かに、ちょっとね、ちょっとね、真面目すぎますよね。ガチで来ちゃってね。まあ、僕から話したいことは一つだけで、はい一曲、印税手放します。スケお前、人狼だろ。なるほど、なるほど。早いもん勝ちです。はい、俺です。ちょっと待って、俺です。 めっちゃかんだっすめっちゃかんだっすずっと俺怪しい怪しい言ってたじゃないですか何も考えてないですもん別に何も考えてないですもんね別に何にも顔しか見てないなとかって言ってちなみに10年10年です10年講習はいもちろん10年遊んでいただいて構わないはい俺いや俺人狼だけど俺人狼じですいや俺俺、だよえどっちどっちが人狼 俺です。いやあの俺あの正直最初あれ誰かんだっけあれ <laughs> 誰誰誰誰誰そういうのもいらな、ね、いそういうのもいらないから <laughs> いやもう俺そういうの考えてないから<ー>適当にやってるから設計こうん、<laughs> <laughs> いうろんな方向にねいろんな方向にやまやまやるあの本当の人ン見たい人とかもいるじゃんやっぱ何人かでそうですねメマチンロ脱ってんのにチン、うん、ではどうのなのみたいな。

あ全然全然もでもね、続かないよ、それは。いや、そうなんです。そうなんですよ。2年、3年何の話だろう。4年、5年はいいよ。10年は続かないと思う。そうなんですよ。そうなんですよ。でもね、人前は続くんだよ。だから、10年続ける10年。そうですよね。う0年続でる。大事なん、そこっすよ。うん。だから、あの、次の質疑応答で。え、なんか、ミさん、聞いてください。あ10年もらったとき、すけで借金返せないんで。 やけ石に水か。夜景石に水なんですよ。大丈夫です。それで、それ持って飛ぶんで。それで、こいつ。それでは、そしたら、もらたの飛んだら。皆さんマイクをートをお願いいたします。それでは、本日犠牲となっていた、一番ガチ君を出演といたしますので、5番、ナルオさんからの質疑応答です。それでは、ナルオさん、どなたに質問されますかそれめそうちち地味見つつんじゃこれ。 さあどうなるお、人狼を取るか、金を取るか。いいで俺が人狼だよ。いや、俺も正直に人狼なんですよ。うん、マジで。二人残ってるのか。<laughs> 二人残ってるのか。あ、れか。何 <laughs> か俺とケンセさん人狼じゃねえか俺。まあ格ー魔人狼だからこういうこともあるかあるんだろ。だからさかなさん結婚で浮かれてるう。そうそうそう。人狼二人いて。そう。まだなんか夜が開けちゃったんじゃないか。村人一人で終わるはずなのに。終わってないんじゃねいかこれ。あれやったかさかな。参ったなこれ。やったなこれ、さかなさんな。マジか。これあるマジか。うわぁ、きっと。 でじゃあ俺もスケさんも自ってことだね。お互いに投票する。投票ししいっこてあとはもう、主人陣営がどう見るかって話をする。そうだね。そそういうゲームになってくるのかな。さあ、ガチ君とかな。ぶちぎりだろうな、ガチ君とかな。このな読んでたのに。あ、奈さん、どなたに投票されますかそうじゃん、スケでお願いします。 ケスケさんに1票目が入ります <laughs> では続きまして6番すけさんどなたイかこれがかっジいーまじです入れやがったミートさんではい俺なんすよあの本当はみんなの歌と馬、はい、娘があります馬娘ど,どっちがいいんだろうどっちでもいいですよもう馬 <laughs> <マ>娘 <laughs> <laughs> の方が強いね、高いね。うん。いやー、やっぱり、うん、よかったな、二人、二人は好きだな、俺。月齢二人でよかった。悔しいだろうな、ガチ君も真面目に人狼やっちゃってさ。<laughs> これはすごいとこに持ってきましたね。<laughs> いや、もうこれ、ウルトラ Q でしょ、<ー>これもう。ウルトラ Q、よくわかんないけど、ね。これは。<laughs> 俺も思い描いて、はい、この三人が残るのがもう見えまこれ俺にもう一票入っちゃってる時点で、うん、ここでね真面目に言ったところで、うん、終わりなんですよ。そうそうそうなるおがいる時点で終です。メなんですよ。なるおがいるで終わです。なるほがダメ。それではケイクさんどなたに投票されますか。なるお、ね。 ナルオさんにうミートパッにングで,では続、い、きましてなるほど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 

ここまでいい人ぶってたのが本当辛かったわ <laughs>。いやいや、俺も本当になんかごめんと思いながら噛んでましたも、ね<ー>俺。俺たちって、俺たちはもうそんなんじゃないじゃん。<laughs> そ,うそうそうそう、別にね。

はい。馬娘欲しいっす。<laughs> <laughs> 馬娘が欲しいです。飯食いにはなるほどうね。<laughs> どっちなんだ特にそれが言うことはないです。えっえっろ,ろそれでは、<laughs> <え>ケ介スケさんを処刑した結果。バカ決着がつきました。お

ありか、なしかは、まあ、皆さんが決めると思うんで。<laughs> あの、しでしょ、それは。それなしのあ,あの、あの皆さん、な、とりあえず、あの、なんですかね、ガチ <laughs>、うん、君とか、あの、板さんとか、まあ、他の K さんとナルオの、あのファン以外の方がどう思うかですね、これね、すべて。だからちょっと、あの、結果を申し訳ない。結果の。正直申し訳ないと思ってますよ。こんなことしちゃって。ねあの。次からやれでしょ真面目にやりたかった。あ、次から真面目にやり。そうですね。まと、とりあえず、あのゲーム決めたの、ナルオなんで。そうですね。ナルオがゲームをとりました。そうですね。それが本当。に炎上するなんて。これは、全然、何も。あ、ね、こいつ。ミートに、ミートにげようとんで。また。

なるほど。俺は一生守るから。まあ、ちゃんと金渡してもろて。一生守るから。でも、だから、あれですよね。その市民側が辛いですよね。だって、市民が二人だけじゃないじゃん。実際はだって、ガチ君とかね、いたのが、神経だったわけじゃん。トラブルとか。ええ、でも、や、っぱりね、金っていうことが分かったのはすごい。ええ、やっぱ金なんじゃなっていうところ。ガチ君も、なんか、ちゃんとやりたいんだったら、他行けいいじゃん。ええ、そう、そうですね。すみませない。いや、なんか、久々なんで。結構、僕も。やっぱ、ちょ、っと決まっちゃった。これ、エータとかも。え、エータ、めっちゃ切れてます。エータ切れてますよ、すごい。 えイと一応勝ちましたよ自陣が自陣が勝ちましたよまあ今はまだ勝ったって思えないですよね俺はただチームじゃ三人の3人チームさえあのやっぱわいたいジャイルドフシートとか買ってくれないですか俺喜びるとミトさん3人喜びたいあ何君が巨人だったの僕巨人でしたあのミートさんのためだけで僕は動きましたあ全然わかんなかったわ でも俺でちょっといいちょっといいちょっと一個ちょっといいちょすかいいすかっとすか。思ったのが最後ミートさん1個ガチの勝ち筋あると思っててはいいや俺騎士だったっつって守ると失敗したけどって言ってはいいったらワンチャンあったのかなってずっと見てて思ったんですけどどうですかまあそれもあったかもしれないちょっと難しいですねでもねでもねでもねあっでかないよもう大津さんに私で言わないとダメですよねっていうかさあの石井さんが疑われる理由がまじみじんもわかんないんだけどいやいいですいいです いやそういうことじゃない大丈夫ですこれ見て大丈夫です大丈夫ですそういうんじゃないです大さんどうした大さんうんいやだから馬ボーのやめようよ敵モ敵モ戦成功率2%のコンボやるよりも成功率8割やって安定感あるよあの最大コ攻撃ダメダメー10の倍ですよダメージ1 0しか減らないけどああいやだからねこのエタさんやっぱ最初の時にねみんな変わっちまったのかなって言ってたじゃないですか確かに俺とナオロさんからすれば変わってまったのおめらだから そうういことだよちゃんとってどうすんのミどさん、ミどさん、ミさんちょっとはトラボにも触れてあげて。トラボはいいよちょっとで、信じられそうな。トラボで言えば信じられそうな。ちょっとでいいけど。どうだったあれ、ぶち壊されたなるほど、ケスさんに。いや、でも、僕もガッチさんと同じで、やっぱ金は何でも買えるんだなって。勉強だった。勉強だった。ノリにしてほしい。ただ、ただですよ。はい。 ラスゴまでは俺も真面目にやってたんですよやってましたねやってましたね伝わりました伝わってました一応伝わってましたじゃあ大丈夫ですだ大須さんがそのローラー先を占って占い師として情報一切落とさないにもかかわらず信用だけ勝ち取るっていう作戦が強すぎてもうどうしようもなかったんですよねああ発極式ね破局式ね発式ね発極式ねやっぱね人間の中身が出るからねそうですねちなみにラスゴの場面で生き残るのって二次式あるんですか あれは一応まあ一応生きたけどちょっときつかったですね大須さんがだってマジで意味わからんことしたけどもう信用だけ勝ち取っちゃったんでやっぱ人柄見られるんだよねあの圭祀さんがいや二人で喋ってて人狼同士でそんなとこバカなとこ占わねえだろって素晴らしい意見だしねあれねぶっ刺さってましたねあれ刺さえましたねそれで大須さん大須は白いなってどの通りだなと大人二人集まって考えてそれはねえだろって言ってやっぱね絶対ないから。 しいよまあでもね楽しかったんで2日目も2い目も行きますんで5分間休憩しますえこれあと2回もやるのこれあと2回やりますカロリー多いなこれうまぶるんじゃねえぞ二度とよしちゃんとやろじゃちょっと休憩でしょ休憩ですはいおトイレ行きますおトイレ行きますえっこれ何だったわ誰人狼だったんですかこれ見ると石

なるおさんはですね、ミートたけしさん超えでしたね。ああ、なるほど、なるお。じゃあ、ぜひ、あの、人狼勝ち勢の方には、なるお炎上させてほしいですね、あほんとに。だから、僕はあの人狼界隈に近づかないようにしますから。それは正解です。はい。まとりあえず、ちゃんと印税渡してもろうって。もちろん、もちろん。自分が何したかも自覚してますから。 これはでもね、あの、ほら、人道サイドが勝ったと思ってないから、あ、板田さん、伊田さん、一応ね、ただいまの結果、今ね、ちょっとね、ビデオ判定させていただきまして、ビデオ判定、ビデオ判定させていただきます、ビデオ判定の結果、市民側の勝利になりました。あ、なるほどね。市民側の勝利です。市民側の勝利です。そうだよね。市民側の勝利です。きっちり市民側の勝利です。あ、そビデオは、そこジャッジしたっていうことでいいんじゃないもちろん、ビデオ判定もちろん入りますから、そうだよね、勝ち負けじゃないんで、これ。 VAR で勝ち負けずに。v r で。VAR で。チェックさせてください。やーこの終わり方は今まで初じゃない初ですよね。バナナでレンド来たね。コメって言ったんだ、コメ。コメじゃやっぱ動かんかったけど、金動くな。コメじゃ。コメじゃ。もう二度はないです。自分もきついです。 つね税次追い込まれたらまた動くかもしれないけどね。<laughs> にみんなもやったら、ミト<れ>さ, <laughs> さん、市民が勝ちになっちゃったら、印税なしじゃないですか。いや、あだ全部あれだろう あの V R 反対とか市民はあの市民は勝ちですけど、ジュニアに関してはそちらで喋ってください。そうですね。我々何もかん勝ちないんで。あの自分も男なんで。もう。あったなろただ国事さん呼んでもらってありがとうございます。どうこれの。いやいや来てもらってありがとうございます皆さん。はい。共買ってあげるよ。私ができることを今日は精一杯努めさせていただきたい。じゃあ行きますか。あ、おさん戻っておさ戻ってきたやろうか。 いや、緊張した、マジで。いや、ガチ君が。あれこれ、あれガチ君強かったね、マジで。ガチ君うま過ぎたガチ君、マジで強いいや、んかね、うん。さえてる。いや、思って楽だったなっていう。あ、すごいね、マジで。必勝。え、みんなもっとこの44巻読まないとちょっときついよ、これ、多分。ええ。ガチ君が43だから。いやー、難しいですね、一日でも石ロがクソ雑魚だったっていうのは、石黒でなんかガチ思うやばかったよね。 俺悪くないと思ったんだけどもうちょっとうまかったよね、一部のネタして。なんか格芸もそうだけど弱いけどなんか弱えんだよな。なんか弱ってる。なんか弱え。下手ではないじゃん。下手ではないけどなんか弱えじゃん。正直同じ空気吸いたくないっすわ。おかしいなさあ皆さん、準備いいですか オッケー。じゃあ、じゃあきますね。じゃあ六十八回角山人狼二村目、はい、スタートです。元気に参りましょう。よろしくお願いします。はい。はい。